当時まあ大手企業が中小かったので、うん、社員を海外行かしたんですよね。その時たまたま選ばれて、たまたまスタンフォード大学受かっちゃったんで行っちゃったっていうことでございます。結構ね、人生いくつか転機があるじゃないですか。三菱辞めて沖縄に行っちゃうわけですよね。三菱電機半導体辞めて沖縄に行っちゃうんですよ。沖縄行った後で留大で働き出して、すぐにベンチャー企業作っちゃったんですよ、人呼んで、はいはい、歴史勉強しだしたらやっぱり歴史は知らないといけないっていう気がなってくるんで、はい、やっぱりずっとアメリカ軍にね占有しているのも問題だなというのは思ってますから、多分あの道徳勉強してるせいだと思いますけど、はい、何があっても基本的には起こらなくなりましたね、今は。ファイヤー和田さん。ファイヤー和田です、はい、2002年ぐらいに名乗り始めましたっていうのをネット上で拝見したんですけど。ああ、そうかもしれませんね、はいはい、もう20年ぐらいですね。そうなんですよ、20年以上つけてるんですよね、はいはい、ちょっともう聞きたいことがいろいろあるんですけど、まずそこから伺ってもいいですか。あ、いいですよ。なぜファイヤーになられたんでしょう。転職して留大行って最初准教授になったんですね、はい、昔は助教授って言ったんですけど、40歳過ぎぐらいでなっちゃったんで、はい、教授より上がないので、でちょっと若い教授だからちょっとなんかつけたろうと思って、はい、それで元気が出るようにファイヤー和田というのをつけました。実はその前にね、三菱電機いたんです、その前は、はい、その時はサンダー和田っていうあだ名だったのでまあリニューアル先生になったからファイヤーにしようかなと。特にこうプロレスラーの方が好きだったとかそういうのはないんですね。実はね、沖縄でベンチャービジネス始めるんですよ、すぐに、はい、その時の社長がダイナマイト松尾っていう人なんです、はい、でまあコンビでやってたから、まあ、ダイナマイト松尾ファイヤー和田ということで、うん、まあ留大の先生でかつ会社やってて、僕は会社専業ですけど、まあ、そういうコンビで沖縄でやろうということで、まあそんな感じでつけました。 T シャツもファイヤーされてますよね。これはね、あの沖縄の党員の、まあ、ミキティさんとかがこんな作りたいよって言い出して、はい、そう恥ずかしいなとか言いながらもうみんな作っちゃったんでもう着てるんですけど、で一応今日も着といた方が沖縄の党員の受けいいかと思って着ました、はい、よろしくお願いします。背中もね、あのメッセージがあるんですよね。背中もね、こうファイヤーはだって書いてあるんですよね。どこかにこうプロレスの印象がどうしてもね。プロレスはやらないんですよ、はい、まあならないんだけど、まあ、あの道のくプロレスで逆の南国プロレスのノリでやってるだけでございます、はい、でちょっといろいろ伺っていきたいんですけど、まずプロフィールの分析表なんですけれども、ご自身で知力をね5に、まあ、変な話とどめてくださったというか、学歴を拝見したんですけど、はいはい、ずっと頭いいかったんですよね、きっと。あのね、容量は良かっただけかと思いますけど、基本的には。ああ、であんまり無駄なことしない人なので、でずる賢いっていうか、まあ、それは知力がいいのかもしれないけど、はい、そんな高いと思ってないんですけど、大学の先生で4とか3つけたらちょっとまずいかなと思って一応5にしといたっていうそんな感じですよね。大阪大学に行かれて、その後アメリカの方にも確か大学で、まあ、半大出て、まあ、学部で出ちゃうんですね。で三菱電機の半導体入って、うん、何年か勤めた後にアメリカに行くチャンスが、当時まあ大手企業が中小かったので、うん、社員を海外行かしたんですよね。その時たまたま選ばれて、たまたまスタンフォード大学受かっちゃったんで行っちゃったっていうことでございます。たまたま受かるとこではないと思うんですよ。いや、あのね、試験ないんですよ、それまでの論文業績とかだけなので、基本的には、まあ、会社で開発してたんで業績はあったので受かったのかなと思ってますけど、うん、はい、それを総じて人は頭がいいという。運も良かったと思いますね、はい、僕は、はい、だけど頭がいいけど、ちょっとファイヤー和田っていう名前だったり、面白もお好きなんですか。面白いの大好きです。関西人なんで基本的には、はいはい、ファイヤーつけたのは、教授になったら教授の上がないじゃないですか、はい、大学っていうのは。で40そこそこになってるから、ちょっとなんかあんまりこう収まりたくないよねっていうので、うん、まあ元気な教授とかおもろい教授みたいなのを目指してつけたというのが本音でございます、うんうん、あれなんですか、学校とかでは学生さんたちからはどう呼ばれるんですか。ファイヤー先生ですか。あ、まあ、そういう呼んでたやつもいます。あんまりね、先生って言うなって言ってたんです昔は、うん、あの和田さんとかね、うん、ファイヤーさんとか、あんまり先生っていうのがあんまり嫌だったので、子供企業の人だから、あ、だからちょっと、まあ、再建られましたけど呼ばれるのも、あ、はい、20何年経って、はいはい、そっち側から伺うと、海で使える携帯電話を作りたい。あ、よくご存知ですね、僕の研究を。もともとね、琉球大学行った後に、はい、まあ、無線通信、いわゆる皆さん持ってるスマホの 4G、はい、5G ですね、あれをやってて、まあ、実はあの前にデジタル放送とかやってて、まあ、要は無線通信やってて、うん、会社でベンチャー作ってやってたんですけども、はい、まあ、ちょっと同じ方式で水中できないかなと思って実験しだしたら結構できるんで、はい、だから水中通信、まあ、頑張ってやってます、はい、
結構ね、人生いくつか転機あるじゃないですか。僕はもともと三菱入った後、留学するのもちょっと覚悟はいったんですよ、実は。あ、アメリカの方に。はいはい、はいはい、家族と別れるからね。そうですね。そういうのとか、あとまあ三菱辞めて沖縄に行っちゃうわけですよね。三菱電機半導体辞めて沖縄に行っちゃうんですよ。そうですね、超一流企業を辞めるその時同僚なんで辞めるんだってみんなに言われましたよね。はい、まあ、そんなんとか、沖縄行った後で留大で働き出してすぐにベンチャー企業作っちゃったんですよ、人呼んで。はいはい、そういうのもあるんで、なんかそういう時にパッと決めてなんかパッとやるので、だから決断力と新しいことに、まあ、始めるって書いたんですけども、うん、まあ、そういうこと結構やってきたので、まあ、それを書かせていただきました。ここまで伺うとすごいポジティブな雰囲気とかオーラを感じるんですけど、悩むことはありますか？いや、実はね、あんまりみんな言ってないんですけど、沖縄に転職した時に子供が小学校低学年から中学生まで4人いたんですね。まあ、4人いるんですね、その時ね。家内とか両親はよく相談して転職してるんですけども、はい、子供にあんま行ってなかったので、子供に全員連れてったんです、沖縄に。はい、まあ、はっきり言ったら嫌でしょ、子供にしてみたら。そんな大阪からいきなり沖縄にね、健康っていう大きなね問題がありますから。そこでね、まあ、基本的に子供たちが若干、まあ、グレはしませんけど、若干反乱でもないんだけど、まあ、いろいろ家族が雰囲気悪くなって、はい、そこでね、実は道徳の勉強を始めたんですよ。理科系で道徳も変なんですけども、はい、実は最近神谷さんもたまに自分のお父さん、おじいちゃん、おじさんはみんなモラロジーって道徳学んでるよっていう話たまに言ってるんですけど、うん、僕も同じで学んでて、うん、理科系の人に合うんですよ、ある道徳が。すごい論理的な道徳なので、これとこれとこうやればこうなるみたいな、そういう道徳なの で、うん、でそれをやって、もうずっとやって勉強しながら、まあ、家族の関係も良くして、で、まあ、あんまりメンタルもだんだん強くなってきてっていうことになったんで、うん、何しても平気みたいにだんだんなった。それは20年ぐらい前です、大体、うん、沖縄行ってすぐそういうもので起きたので、それが私の実は影の秘密でございます。悩みつらかったことを伺って、ね、20年前のことが出る、うん、そこからはじゃあ割と結構元気に行かれた感じなんですね。まあ、家庭がいろいろ揉めてましたから、ね、親子でなるほど。でそれがちょっとだん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 良くなってきて、だいぶいい感じです、うん、今は。だから道徳っていうのは効果あるよねって体験してるので、自分の家族 で、はいはい、でそれをまあ職場とかいろんな活動で使ってもうまくいくので、うんうん、いわゆる処世術で、すごい、こういったらなんかずるいみたいですけども、すごい大切だなって今分かってるので、まあ、道徳って分かりにくいんですけども。そうですね、数学とかに比べるとね、うん、分かりにくいんだけど、はい、結局人間関係なので、人と付き合いは、はい、そこのところうまくやることが、まあ、やっぱ得意になったので、うんうん、だから、まあ、揉めずに楽しくやれてます、全てのことは、はい、今その話にもちらっと出ましたけど、沖縄に引っ越した時も話も出ましたけど、奥様とは、ね、仲良くいらっしゃるようで。彼は高校の同級生なんですね。素敵。大阪の夕日ヶ丘高校というところなんですけど、はい、それでまあ早めに結婚してまして、はい、でまあずっと大阪いたんですけど、まあ、転職で一緒に、その前にアメリカ一緒に行ってるんですけども、はい、留学してるから。家内はどこでも平気で行く人なので、今沖縄行って楽しいなって感じになってます。もうだって知り合ってからはじゃあ50年ぐらいってことですよね。そんなあるかな。待って、だってご結婚される前から知り合いなわけで。あ、まあ、高校は同級生ですけど、ね、まあそうですね、結構長いかもしれませんね、そういう意味じゃね。いいですね。ファイヤーさんからファイヤーされたっていうか、僕はそんなこんなこと喋らなきゃいけないの。あの一応というか基本的にそうですね、フットワークが軽いのに、そこ今ちょっとフットワーク軽くないなと。いやいや、あんまり変なこと言うと家内見るかもしれないけど、怒られそうです。いや、ご覧になりますよ。あ、見るからね。はい、基本的に僕からは言ってると思いますよ。はい、という、そう多分今頃見てたら、言ったやろとか言ってるかもしれませんけど。仲良しなんですね。仲良しで、まあ、同じ学年だから。うん、で、彼はまあ強いんですよ、結果的にね。表向きこう優しい感じなのとか、はい、もう強い人なので、ね、ポポっていろいろ言われてやってますから。と、うん、いうことは、お家では負けてしまう。まあ、家内の方がしっかりしてます。なるほど。ちょっとこれビデオだからあんまり本音が言えないところ。いやいや、本音チャンネル。本音チャンネルか。本音は。まあ、家内にいろいろ指導されてやってますね、うん、基本的には、はい。せっかくなので、奥様に日頃の感謝のメッセージとかもどうぞ。いつもいろいろありがとうございます。お世話になっております。今後ともよろしくお願いいたします。短っ。お休みとかあるんですか？
奥様と過ごす時間、休みの時間とかは。彼は仕事してないので基本的に、うんうん、だからだいたいいつでも一緒にいろいろな、車の運転手ですね、僕が家ではね、彼は免許持って運転しない人なので。あ、なるほど。だから基本的に何でもかんでも彼のアッシーです。結婚する前からアッシーでしたけど、あ、アッシーって先言わないかもしれないけどね。懐かしい言葉ですねアッシーメッシーって言いましたね、はい、もうそういう感じでございましたね。あ、沖縄だったらね、確かに基地も多いけど、ドライブしていい場所も結構あるじゃないですか。はい、あります。好きな道とか場所とかありますか？まあ今は離島が好きですね。ドライブ車で行けないんですけども、はい、宮古島、石垣島とか、うん、あの本当海綺麗です。宮古、石垣は海綺麗ですね。宮古ね。絶対行った方がいいと思います。うん、もうつい最近行ったんですけども。あ、そうですか、はい。これは仕事で行ったんですけども。はい。ぜひとも来てください。ね、ここまでのお話を伺って、やっぱこう勉強だったり研究だったりっていうのはすごくずっと若い時から長くされてらっしゃいますけど、そこに参政党が、としての活動が入ってくるわけですよね。そうですね。これはどういうきっかけだったんですか？まあ、沖縄行ったのが大きいですね。沖縄行ったのは25年ぐらい前に行ってんですけど、うん、大阪の時は分からなかったんだけど、沖縄行ったらやっぱり戦争で地上戦があった場所でしょ、うん、で、まあ、いろんな慰霊の場所があるじゃないですか、うん、そういうの見てて全然知らなかったです。沖縄行くまであんまり知識なかったんだけど、まあ、行ったらそんな資料がいっぱいあるわけですよ、はい、うん、で戦争のこと分かって、そうすると歴史のことも興味が湧いてきて、いろいろ調べてたら、やっぱ沖縄でなんかそういう歴史教育とかしないといけないよねっていう気になってきて、うん、そしてね、実はね、まあ、左の人が強い地域なので共産主義といいますか、はい、ですから僕は保守的なので、若干そういう対抗して活動を一部やってたわけですね。ずっとやってて、まあ、大体最近だったら、まあ、そのいろいろ海外からひどいことされてますから、そういうのいろいろ気がつきますし、米軍基地もいっぱいあるんで、参政党っていう政党がいいかなと思って、まあ、気がついてちょっと、まあ、あの応援しだしたっていうのが、まあ、そういう流れでございます。やっぱ住んでみると体感するのは違いましたか？やっぱりあの沖縄戦っていうのがあったから、はい、それで慰霊の場所もあって、でいろんな人ところ各県から、まあ、その、うん、たくさんの兵が来て、うん、北海道が1万人以上亡くなってる慰霊碑があるから、そういうすごい戦場だったなっていうので、まあ、いろんな戦争のことが、まあ、うんうん、体感して、まあ、いろいろ勉強しだしたんですね、歴史をね、うん、歴史勉強しだしたらやっぱり歴史は知らないといけないっていう気になってくるんで、はい、そういう感じでございます。一般にみんなが知るってなると、映画が一番身近なツールだったりはしますよね。まあ、映画ね、戦争を見てもなんかその派手な場面とかばっかりなので、うん、本当のいきさつとか全く分かんないんで、うん、基本的には、まあ、いろんな本読んだり、はい、渡辺正一先生っていう先生も亡くなってるんですけども、うん、のいろんな歴史の本を読んで、でいろんなこと勉強してね、過去の日本人頑張ってくれたっていうことが分かったので、まあ、自分もちょっと保守活動やろうっていう、そんな感じで沖縄でやってました、うんうん、だから映画はそんなに影響受けてないんです、うん、今度それをおはやさんが若い世代とかにも伝えていく、今活動されている。まだ一応現役の先生なので、はい、工学部なので一応技術者の倫理っていう授業があるんですよ、はい、そこで、まあ、道徳的なことも教えながら、うん、そういうちょっと歴史のことも少しは教えるんですね、はい、その時渡辺正一先生の短い話とかを、まあ、1時間ぐらい話を伝えたりとか、うん、まあ、歴史に興味持つように、うん、そんなことはもうずっと15年ぐらいやってるかと思います、はい、うん、で今日この撮影の前にも SNS 拝見すると、靖国の方にちょっとお参り観光ね、まあ、一応お参り観光です、はい、結構行かれます？あ、来た時は時間があれば行くようにしてます、うん、基本的に、はい、資料館もね、横にあって、はいはいはい、ああいうところとか資料館ね、時間があれば行くんです今日はちょっと時間なかったから、はい、入り口まで入っただけですけど、はい、うんうん、行きました。はい、靖国は本当に英霊の方々がね、戦ってくれた方なんで、本当に 今となったらすごい尊敬してます、うん、まあ、ちょっと参政党は一応反グローバリズムじゃないですか、うん、だから、まあ、グローバリズムと戦って命を捨てた方々っていうふうに今認識してるので、うん、ですから、まあ本当に時間があるときは行こうと思ってます。表に出るお仕事をされていて、そういうふうに活動されると、時々ネット上とかからでも反対側の強い意見とかをもらうこととかあると思うんですけど、あ、はいはい、それどういうふうに向き合っていらっしゃいますか？しんどいなとか、うん、参政党活動する前から、まあ、若干沖縄で保守的な活動をしてたんですよね、はい、その時から結構その大学にたまにこうクレームじゃないんだけど、はい、変な教授がいるからやめさせろみたいな来るみたいで、うんうん、でそういうのに慣れてたので、実はもうすでに10年ぐらい前から、はい、だから参政党始めてもう逆にもみんな何も言ってこないんですよ、実は僕に何も直接は、はい、まあ、ちょっとね、
大学のそばで、まあ、いわゆるお手振りとかしてたら、大学がサポートしてるのかっていうのは、大学に問い合わせあったみたいですけど、外でやってるから関係ないので、うんうん、まあ、あんまり指摘されないように気をつけながら活動してます。はい、なるほど、なるほど。沖縄でもう長いですけど、東京にお仕事で来られることもあると思いますが、東京と沖縄の政治的な感覚とかでズレとか違いとか感じますか？あ、まあ、東京のことはあまり分かりませんが、沖縄はあのね、自民とか弱い県なんですよ、比較的ね、はいはい、なので、まあ、共産党好きなわけではありませんですけども、共産党とか、まあ、その他が好きなんですね、うん、で、まあ、沖縄の人は、ね、あんまりこう今の政権を信じてない人が多いみたいで、うん、では、まあ、過去のいろんな歴史も戦争もあったからと思うんですけども、はい、まあ、そういうところでいろいろ刺激があって面白いし、かつすぐ横に米軍基地があります。米軍基地嫌いじゃないんですけど、はい、やっぱりずっとアメリカ軍にね占有しているのも問題だなというふうには思ってますから、ですから、まあ、もうちょっといい方向に日本をしたいなと思って、まあ、参政党も活動もしようかなと思っております。参政党の人たちと沖縄で活動されてどうですか？大変なこととか楽しいこととかいろいろあると思いますが、基本的にみんな明るいので、まあ、まあまあ問題ないし楽しくやってます。最近特に超いい感じになってきましたね。超いい感じですか？超いい感じ。あ、っていうかね、まあいろいろあって、去年参政党も一部問い減りましたよね。あの後、まあ、沖縄を引き締まった感じが僕は若干してるので、行き過ぎかもしれないけど。だから、まあ、熱心にやろうっていう感じで。で、真面目な人多いですよ。で、いい人多いです。参政党の党員は、基本的に。非常になんか、いい仲間できたなと思って。楽しくやってます。この先、こんなこと やっときたいなとか、党の活動としてやっときたいな。もちろん、ファイヤーさんご自身の活動でやっときたいな、みたいな、今。青写真、その新しいことを始める、まあ、一つは水中で音響通信で新しい方式、はい、まあ、世界でやってるんですけど、日本であんまやってる少ないやつやってるんでね、はい、難しいんで言いませんけど、 4G とか 5G と同じ方式を水中でやってるんですよ、うん、僕は、うん、結構学会も、まあ、確か9月にカナダで発表しに行くんですけども、はい、そういうのはちゃんとやりながら、まあ、参政党の方も目標がいろいろありますから、衆議院、うん、参議院とかね、そういうので、まあ、貢献できたらいいよねと思ってるだけです、うん、そんな感じですね。2個やるのって正直しんどくないですか？僕もう1個は道徳もやってるんで。あ、3個でしたね、うん、道徳と参政党と仕事をやってるから、はい、三菱入って社会人って結構パラレルの仕事多いので、うん、パラレルで仕事ずっとやってきてたから16年三菱いましたので、うん、だからいろんな仕事パラでやるのはなんか平気なので、うん、まあ、逆に忙しい方が楽しいし、そういう感じでやってます、ね、無理しないようにしてます。疲れる時ないです？まあ、お酒飲めば、泡盛飲めば大丈夫みたいな。ものすごい簡単に解決されますね。泡盛、ね、はい、あなたのために、私のために、もっと幸せにリフレッシュと。これは最近アリスに教えてもらったんですけど、そんな感じで泡盛飲んでやってます。すっかりもう泡盛で、今は。まあ、泡盛以外も飲むんですけど、うんうん、まあ、まあ、ほどほど飲みながら、まあ、楽しくやらせていただいてます。体力もね、3じゃないですよね、そしたら。まあ、体力もね、ねなってますけど、でも年だからもう体力も落ちてきてるんで、今は一応あの犬の散歩と、うん、朝晩散歩と、あと僕のオフィスが7階なんですよね。そこは一応基本で歩いて上がると、歩いて帰ると、だからエレベーター使わないで、まあ、それぐらいはやってるんですけど、はい、それぐらいです。大したことやってません。いい、めんどくさいですよね。エレベーターで上がりたいな。あ、まあ、もう数年前までもっと太ってたんですよ。プラス10段キロ。はいはい、コロナの間にちょっといろいろあって減量したんですね、うん、で体軽くなったので階段も今楽なのでいい感じでやらせていただいてます。ダイエットしたい人いっぱいいるんですけど、どうすれば10キロもいくんですか？僕はあの知り合いの宮崎県の、まあ、漢方をやってるその知り合いなんですけど、はい、その人のその厳しい指導、はい、週1回のズームウィークリーミーティングで食べたものとか全部チェックされる、そういうやつを、はい、であとまあ若干その漢方的なものを取りながら炭水化物減らすみたいなのを3ヶ月やって、あとプラス後ろにまあいい家内がいるので、怖いって言ったら怒られるから、はい、いい家内がいてまあ厳しいフォローしてくれて、まあ3ヶ月で10キロは下げました。3ヶ月で、はいはい、それ一冊にならないですよね。でこれ裏話また言ってもいいですよ、はい、ちょうどね、あのね、アメリカ大統領選の時だったんです、それが、はい、僕はトランプをね、前の2020年応援してたんです。トランプさんが負けた時の選挙。負けた時の選挙、はい。11月の初旬にトランプ負けたじゃないですか。はい、2020年に。で、その時に減量をたまたま始めてる時期だったんですよ、うん。で、その宮崎の知り合いに、減量の目的を決めた方がいいよと。はい、減量の目的を、うん。だから僕はトランプ復活祈願っていうことで、減量を始めたんですよ。はい、トランプ結局1月20日で勝てないんですけども、うん、
で僕は11月12月1月の減量をちゃんと期間やってるからやって、はい、でトランプ復活しなかったんですけども、はい、もしかしたら4年後に復活するかもしれませんが、まあ、そういうちょっと変な裏話もなるほど。で2020年にそれでそうそう、まあ、今回ね24年でまた秋にねトランプさん出てますから、まあ、だからそれまではまたこう体重保たないといけないなっていうそういう意識もあるんですね実はね。アメリカの政治とファイヤーさんの体重が連動してるわけですね。あのねマジでその時そうだったんですよ。何か祈願がって言われたんでトランプ復活と思ったんですよ。実はあまり変な話しすぎてるんで、いや若干あの不思議で面白いです。でも本当なんです、うん、で今度この後カナダにもまた行かれて、はい、忙しいですねその3つのわらじだし。まあ、カナダもね、まあ、ちょっと行ったことあるんですけど、今回初めて一番東の端のところ行くんですよ、はい、ハリファックスって場所行くんですけど、はい、ですがまあ楽しみですね。あの多分9月末なんで寒いと思いますけども、そんなところです。ああ、もうそうですね。はい、基本的にあの僕海の、 あの水中系の学会なので海のそばでやるんですよ。はい。だからまあカナダの海を見たいなと思ってます。ちょっと長くいろいろお話伺ってきましたが、最後にあの一個伺ってもいいですか。どうぞ。ずっと笑顔でいらっしゃるんです。あ、そうですか。はい。怒る時ありますか。怒ることね、ほぼないね。ほぼないんですよ。いやなんかそんな気がして、うん、あのね腹立つことがねほとんどないんですよ今、うんうん、多分あの道徳勉強してるせいだと思いますけど、はい、何があっても基本的には怒らなくなりましたね今。あ、年のせいもあるんでしょうけど、だから、うん、ちょっと変な人が変なこと言ってきてもあんまり全然気にしないスルーみたいな感じで、そういう人だから、うん、攻撃しづらいんじゃないですかね。あ、こうね、最近こうネット上とかでも腹を立った時の動画を上げる人もすごい増えましたよね。電車でマナーが良くないとか、飲食店でマナーが良くないとか、運転がありえないとか、腹立てる人が増えた世の中になってきたなと思って、パン屋さん見てると逆だなって感じたんです。あれ腹立てるだけ損だと思ってます、ね、うん、立てても何も良くならないし、立てると自分の性格で悪くなっていく方向になるので、うん、ですからまあニコニコしてる方が基本的に楽しいし、うん、逆に、ね、変なこと言われてもニコニコしてたらなんか突っ込まれないんで、うんうん、結構ね昔はいろいろ沖縄県内でいろいろ星数をしてたから、うん、まあなんかいろんなこともあったんですけども、もう近くからいろんなクレーム来たりもしたことあるんですけども、うん、今はね一切、いや逆に来ないんですよ今さ、僕にクレームが何も、不思議なぐらい来ない。怒らないが積み重なった結果かもですよ、ね、うん、あいつに言っても無駄やと思ってるんじゃないかと思うんだけど。ポジティブに捉えましょうよ。いや多分あいつに言っても聞かないから無駄と思ってる可能性がある。笑顔は力ですね、うん、はい、これからも引き続きよろしくお願いします。今後もよろしくお願いします。